皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、今日5月23日、日曜日に行われた、まあ、みんながね注目したであろう、試合について試合後レビューしていきたいと思います。RBX 新潟対京都サンガ FC の試合について今回試合後レビューをしていきたいと思います。まあ、今節、J2 リーグの中でもね、最も注目を集めた試合でもあったと思いますし、まあ、今時期でも非常に楽しみな試合でした。まあ、その結果というところからね、紹介していきたいと思いますし、まあ、この試合を見て、まあ、試合後の内容だったり、まあ、このね、試合の内容で、自分が思ったことだったりについてもね、喋っていけたらなと思います。非常にね、盛りだくさんの内容になってますんで、まあ、この試合見た方も多いのかなと思いますんでね、まあ、この試合を見て、まあ、この動画を見てくれた方で、感想だったりというところもぜひね、コメント欄に書いてくれたらなと思います。ということでですね、まあ、この試合の試合後レビュー早速していけたらなと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、早速今日行われた J2 第15節の RBX 新潟対京都サンガ FC の試合について紹介していきたいと思います。まあ、昨日というところのですね、まあ、J2 リーグが行われて、まあ、J2 の試合後レビューということで FC 琉球の試合をね、紹介したんですけど、まあ、見事山形が勝利したことによって FC 琉球が、負けたことによってですね、まあ、この京都サンガ FC というところは勝利すれば、まあ、単独で首位に立つというね、まあ、ことになっていましたんで、まあ、そこを含めて非常に面白い、内容の試合だったのかなと思います。まずはね、結果の方から紹介していくと、宇野0、1対0で、京都サンガ FC が見事勝利を収めました。まあ、そこの勝ち点含めましてですね、まあ、今言った通り、京都サンガ FC が単独首位に立ちました。RBX 新潟は10勝3分け2敗という形で、まあ、連敗を喫してしまって、勝ち点33、勝ち点を伸ばすことができず、得失点がプラス20、2位というところに、首位陥落という形になってしまいました。対する京都サンガ FC というところはですね、まあ、この試合始まる前までは、3位というところに続けていたものの、まあ、ここで、勝ち点3を積み重ねたことによって、11勝2分け2敗、勝ち点35、得失点がプラス16という形で、首位に立つことになりました。まあ、京都サンガ FC としてもですね、まあ、この試合非常に、気持ちの入っていた試合だったと思いますし、まあ、新潟としてもですね、まあ、この首位を明け渡さないと、まあ、意気込んで挑んだ試合であったんですけど、結果的には、京都サンガ FC が見事のゼロで勝利を収めました。まあ、今シーズン最大の、注目試合が今始まるということですね。まあ、こちら、試合前の自分の心境だったりというところをね、ちょっと書かせていただいたんですけど、まあね、今シーズン、まあ、今節というところはもちろんなんですけど、まあ、今シーズンの中でも非常にね、面白い、一戦になることが予想されていました。まあ、普段ね、J2 リーグだったりって見ない方でもですね、まあ、この試合だけでも、ぜひね、見てくれたら、J2 の虜になるのかなと思いますんで、ぜひね、見て、ハイライトだけでも見てくれたらなと思います。ということで、早速試合の内容に入っていくと、序盤からですね、京都のハイプレスに苦しむ RBX 新潟であったんですけど、まあ、時間が経つにつれてですね、自分たちの、自らのポゼッションサッカーというところを活かしつつ、適応能力を見せて、この京都サンガ FC のですね、ハイプレスを剥がすシーンというのも多々増えてきました。まあ、この京都サンガ FC というのはですね、4バックというところに対して5枚でね、ブロックを敷いて守る形というところは多かったものの、序盤というところはかなりのハイプレスというところはですね、新潟に奇襲を仕掛ける場面も多く、まあ、そこはですね、まあ、京都サンガ FC の、序盤の作戦だったのかなと思いますけど、まあ、そこを含めてですね、この新潟敵の適応能力を見せて、かくぐるシーンというのは多かったんで、まあ、ここはね、さすがの RBX 新潟だったのかなと思います。まあ、今季の RBX 新潟というところは、圧倒的な支配率でね、勝つ試合だったり、まあ、負けた試合でも、支配率というところはね、圧倒的なものだったとは思うんですけど、まあ、この試合もですね、57% と、まあ、圧倒的とは言い難いというところであるんですけど、まあ、57% のね、相手を上回るような形でポゼッションサッカーを試行できたのかなと思います。新潟としては、チャンスを作るも京都サンガ FC のですね、ディフェンダー陣が、体を張る守備で、見事無失点で勝利を収めました。まあ、最後にも書いてある通りね、3試合、連続で宇野ゼロという形で、まあ、4試合前に、2失点はしてしまったものの、まあ、そこから、連続無失点記録というのは続いていて、まあ、この試合も見事RBX新潟相手にですね、失点をしなかったっていうのは、まあ、これからの、非常に自信になったり、まあ、糧になってくるのかなと思いますし、まあ、新潟とするとですね、まあ、J リーグ、最多得点の新潟であるんですけど、まあ、ここ数試合は、かなり得点が取れずに、苦しんでいるっていうのが現状なのかなと思いました。新潟はカウンターを試みるも、京都のプレスバックの速さというところですね、まあ、ここは後半、まあ、前半もあったんですけど、主に後半の、話なんですけど、まあ、新潟がですね、多少、相手が空いてきたところに対してロングボールを入れて、まあ、鈴木浩二選手だったり、まあ、星選手、水戸選手含めてですね、足の速い選手を、まあ、裏に活用する場面というのは多々多かったんですけど、
まあ、そこでですね、ちょっと時間を作られた中で、まあ、京都産業 FC は、のプレスバックっていうのはね、まあ、もちろん早かったところだと思いますし、まあ、ここは長期で監督の、まあ、指導が行き渡ってるというか、さすが長期でサッカーだなというところを、まあ、全身ね、痛感させられた、シーンでもありました。まあ、ここはね、全試合見ないと、まあ、わかんないところあると思いますけど、非常に、ね、素晴らしい、この守備でもありましたんで、まあ、まだね、見てない方はぜひね、ダゾンだったりというところでね、チェックしてくれたらなと思います。続いてのところで、川崎選手が J 初ゴールで、この試合が見事決勝点につながりました。まあ、川崎選手というところで、現在19歳の選手なんですけど、まあ、ここまで、今日先発をして、まあ、随所に攻撃参加だったり、まあ、攻撃のアクセントをつけれる川崎選手だったんですけど、まあ、ここまでね、まあ、それ以外のところで活躍するものの、ゴールというところで生まれなかったもののですね、まあ、この、首位、上位対決、非常に重要な上位対決というところで見事決勝点、まあ、プロ初ゴールという形で、見事点を決めれました。まあ、ここはね、京都産業FCとしてもですね、まあ、今後、これからの未来につながる、まあ、若者の、得点になったと思いますし、まあ、川崎選手自身もですね、まあ、この大舞台で、しっかりと結果を残せたということでですね、まあ、今後の、活躍というのを大いに期待できる、選手なのかなと思いました。京都産業FCが3試合連続で宇野ゼロで、勝利。ね、プラス付随してですね、首位浮上というところになりました。まあ、勝ち点33という形で、昨日ね、琉球が勝ち点を伸ばすことができなかったんで、単独勝ち点35という形で、見事、京都産業FCが首位に浮上しました。まあ、新潟とするとですね、これで2連敗という形になって、前節のマチアゼルビアの今季初黒星に続いて、2連敗という形になってしまいました。まあ、またですね、先ほど言った通り、まあ、ここ3試合で1得点しか取れていないということで、まあ、J2 最低得点のアルビックス新潟であるんですけど、まあ、攻撃というところに、ちょっと苦しんでいるなという印象でもありますんで、まあ、ここはね、今後アルベルト監督が、どう改善していくのかというのも注目しつつ、見ていければいいのかなと思いました。まあ、新潟としてもですね、この試合17本をシュート打って、まあ、無得点という形になってしまいましたんで、まあ、そこはね、まあ、この1週間で、ね、また切り替えなければならないところだと思いますし、また来週ですね、3位の FC 琉球と直接対決というのもありますんで、まあ、3連敗を避けなければならない、まあ、勝たなければならない、負けられない、ね、一戦が、まあ、この5月中、続いていくのかなと思いますんで、まあ、ここでね、次節勝てるように、また1週間ね、調整して、得点力不足解消というのを目指してですね、戦っていってほしいのかなと思います。まあ、京都産業FCとしてもですね、逆に捉えると、まあ、この17本シュートを、まあ、見事、無失点で抑えられて、これで3試合連続の 4-0 勝利ということですね。まあ、守備陣も安定してきて、まあ、得点も、取れている京都産業FCでもありますんで、まあ、ここは、継続しつつ、まあ、次節以降ね、まあ、首位に浮上したことをね、また気を引き締めて、優勝できるようにですね、戦っていってほしいなと思います。まあ、非常に、この試合 J リーグの中でも、J2 リーグの中はもちろんですけど、J リーグの中でもですね、非常に面白い試合になりましたんで、まだね、見てない方はハイライトだけでもぜひね、チェックしてくれるといいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は今日行われた5月23日、日曜日に行われた、J2 第15節のアルビレックス新潟対京都産業FCの試合後レビューについて紹介させていただきました。まあね、試合前プレビューということも紹介した通り、まあこの試合、今節だけでなく、まあね、この今季、の中でも最大の、注目の試合なんではないかということでですね、まあ自分自身非常に楽しみな試合ではありましたけど、まあ結果的には京都産業FCが宇野ゼロで勝利を収めたことによって、首位浮上を果たしました。まあ長期制サッカーというところはですね、まあ一試合一試合、試合を積み重ねることによって、まあさらに深みを増しているこのサッカーでもありますんで、まあ、今後ともね、負けなしを続けていって戦っていってほしいと思いますし、まあ、これでですね、10戦負けなしということで非常に、波に乗っている京都産業FCでもありますんで、まあ、勝負事なんでね、負けてしまうということはね、まあ、あるのかなと思いますけど、まあ、1試合でも負けない試合を続けていって、首位というところをですね、守っていってほしいのかなと思います。まあ、新潟としても、苦しい試合というところはね、2試合続いて、連敗という形になってしまいましたし、まあ、得点力不足というところはね、まあ、この課題に挙げられているところであると思いますけど、もちろんね、これまで首位ということで、頑張ってきたというところですね、自信を持って、また一週間、リフレッシュしてですね、FC琉球戦では、勝ち星をつかめるように戦っていってほしいのかなと思いました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、この試合非常にですね、球際だったり、まあ、セカンドボール含めてですね、激しい試合、まあ、J リーグの中でも屈指の、試合、球際というところが行われましたんでね、ぜひ、見てほしいなと思いました。まあ、この動画を見てくれてる方だったり、最近ね、動画を見てくれてる方で、まだね、チャンネル登録をしてない方は、6月からね、またこのチャンネル、改装という形で、まあ、リニューアルという形でですね、また面白い動画を、再度アップできたらなと思いますんで、まあ、今のうちにね、6月になる前に、チャンネル登録済ませてくれればなと思いました。
まあ、またですね、J1 リーグ、J2 リーグ、J3 リーグ含めてですね、来週から行われていきますんで、またね、そこもチェックしつつ、頑張っていければいいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。